欄第58号はカジノ誘致に反対してほしいという請願です。そもそも横浜市が進めようとしている IR カジノ誘致について金金市長は市民に丁寧に説明すると言っておられましたが、実態は丁寧とは程遠いのが実態です。先日の都市整備局の常任委員会の事前説明においては、報告事項として IR 統合型リゾート推進の取り組みについてとありながら A41 枚の紙が出されました。市民に代わって調査を行おうとしても情報が何もありません。一方で県などとの協議会では実施方針、募集要項、また選定委員会では募集及び選定に関する事項が説明され審議されています。私たちは外部の方々に示されたであろう実施方針、募集要項についても議会に知らせるべきと繰り返し求めてきました。やっと資料が出されたのが12月11日の常任委員会の前日の夕方でした。委員会では1日だけでは審議が不十分として14日にも委員会が開催されました。そこで明らかにされたことといえば、事業者選定に関しては相変わらずブラックボックスで、誘致のためのインフラ、ライフラインの整備について本市の負担も不透明、スケジュールも不透明、しかも議決を得ない報告という形で粛々と準備をしていくというひどい進め方となっています。こんな進め方を絶対に許すわけにはいきません。カジノ誘致を勝手に決めた市長に対して、勝手に決めるなと声を上げた市民は、9月4日から11月4日までカジノ誘致の是非を問う住民投票条例制定を求める署名に取り組み、2ヶ月間で法定必要署名数の3倍以上の20万筆を超える署名が集まりました。各区の選挙管理委員会で精査され、19万3193筆の有効署名数があったことが新聞で報道されました。私たちは横浜の住民自治と民主主義を守るために声を上げた皆さんと共に頑張り続ける決意を表明し、討論を終わります。